こんにちは、ハルアンです。今日はほったらかし手羽元の作り方をご紹介します。なんかもういい匂いがする。お肉を焼いていきます。おいしい。私手羽元をね、焼いて食べるのがすごく好きなんですけれど、美味しい配合はないかなと研究したところ、手羽元を入れたら材料4つでできるとっても簡単なね配合を見つけました。ということで今日はほったらかせばほったらかせばほったらかすだけ美味しくなる手羽元の作り方をご紹介しましょう。手羽元の作り方っていうと変かしら、手羽元料理の作り方をご紹介します。つけて焼くだけでとっても簡単です。それでは早速作っていきましょう。それでは早速作っていきたいと思います。今日はエプロンもしなくていいぐらいとっても簡単です。ではね、もう早速手羽元が用意されています。じゃじゃじゃーん。買ってきたらとりあえずビニール袋に保存するのがベストです。でビニール袋に入れて、時間がある時に漬けダレに漬けてほったらかして食べる時に焼く、そんな感じの流れがベストだと思います。ではこのビニール袋に入った6本の手羽元があるんですが、今日は6本ぐらいから10本ぐらいの漬けダレの分量をご紹介します。でそれ以上多かったら倍にしていただいたりとか 1.5 倍とか、すごい分かりやすい分量なのでとても簡単だと思いますよ。では早速漬けダレを作っていきましょう。はい、まずは6本の、6本だと思うのよね、 1,2,3,4,5,6 6本ですねの手羽元を用意します。そしたら計量カップも用意して、じゃーん、お醤油です。はい、計量カップをドーンと用意して 100cc のお醤油です。今日はねちょっと和風ですね、みんな大好きな味ですよ。はい、お醤油をビニール袋に入れます。ドロ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 と 100cc。 次はみりんです。みりんも 100cc、 なんと同量です。びっくりポンでしょ、びっくりポンってちょっと古いかしらね。はい、そしたら袋の中に入れまーす。なんとみりんとお醤油は同量で OK です。そしたら計量カップの出番は終了です。なんと簡単。あとは最後の一つの調味料を加えるだけ。じゃーん、これはごま油です。ごま油はね大さじ1杯ぐらい加えたいんですけれど、適当で大丈夫、シューッとこのぐらいかなってぐらいで OK。 そしたらなんともう完成です。はい、シャカシャカしまーす。でね、ここからはオプションなんだけれども、もちろんこれだけでも美味しいです。だけどじゃーん、チューブの生姜だったりとかチューブのニンニクがある方はぜひ加えてみてください。オプションなので入れなくても美味しいし、匂いが気になる方とかもねいらっしゃると思うので、そんな時は大丈夫なんだけど、まあ大体小さじ1杯ずつぐらい入れます。私はいつも入れて作ってるけど、なくてももちろん大丈夫。でも入れるとやっぱり美味しさが違ってくる気がします。でさらに揉みます。なんかもういい匂いがする。いい感じにお肉に染み込んでいるね。そしたら空気を抜くようにして縛ります。でちょっとこれだけだと怖いので袋を二重にしますね。私こんな感じかな。そしたらそしたらもうこれで完了です。なんて簡単なんでしょうってぐらい簡単じゃないですか。もちろんニンニクとか生姜はすりおろしてもいいんですけれど、私は手間だしもう極限まで簡単にしたいので最近はチューブで作ることが多いです。もう基本は3つだけですね、醤油とみりんとごま油、この3つがあれば必ず美味しく出来上がります。ではこの調味料たちに漬けた手羽元を冷蔵庫でほったらかしたいと思います。冷蔵庫でほったらかすといっても数時間でも大丈夫、そうね3時間4時間は漬けたいかなと思うけど、一晩漬けてもらってもよしですし、2日ぐらい漬けても美味しいと思います。味がね若干濃くなるけど、それはそれですごく美味しいから。ではこれを漬け込みます。冷蔵庫がすごいパンパンだからお見せできない、恥ずかしい恥ずかしい。あ、でですね、私今日すっごく偉いんです。ではいきます。なんと漬けておきました。今撮ってるのは今日のお昼ぐらいなんですけれど、昨日の朝ですね。ってことは 1.5 日ぐらい分漬けたお肉がこちらです。同じ分量で生姜もニンニクも小さじ1ずつ加えて作りましたが、ラーメン屋さんの匂いがする、すごく美味しそうな匂いがします。ではこれをですね、あとは焼いていくだけです。まずはオーブンを予熱したいと思います。だいたい200度に予熱していきますよ。スタート。じゃーん、天板を用意してオーブンシートを敷きます。
オーブンシートは使い捨てのオーブンシートをおすすめします。そして使い捨てのオーブンシートをちょっと広く取っとくのがおすすめします。やっぱつけだれがドーンと流れちゃうので、何回も使えるやつだと洗うとベタベタしちゃうしね。ではお肉たちを並べます。汁気を切って並べてくださいね。このね、皮目があるんですけど、皮目を上にしてね、こうやってお肉にしみしみですよ、タレが。とっても美味しそう。なんかもうすでに美味しそうですね。お肉に染みてる。予熱が終わりました。ではオープンしてお肉を焼いていきます。いってらっしゃい。で、焼き時間なんですけど、200度で焼き色がこんがりつくまで焼くっていうのが目安です。なので時間はだいたい15分ぐらいがいいと思います。オーブンによって変わってくるので、本当に200度で焼き色がこんがりとつくまでと覚えておいてください。あと本数とかね、量によってもちょっと変わってくるから、時間というよりは焼き加減をちょこちょこ確認して焼くのがおすすめです。楽しみだな。今お腹ペコペコなんです。だから今すぐにでも食べたい楽しみです。15分待ちます。はい、焼き終わりました。というか15分だとちょっと長かったっぽいです。今13分ぐらい焼いたところなんですが、おいしそうしっかり焼きたい方はね、15分焼いていただいても構わないんですが、今日は動画もあるので私もうちょっと焼きたいけど、このぐらいにしときます。ということで、こんな感じで完成です。ほったらかして、ママと最高。お皿に盛り付けます。手羽元の盛り付けって難しいですよね。だけどこんがり焼けてればそれだけで美味しそうに見えるから、ぜひこんがりと焼いてくださいね。できました。ほったらかし手羽元の完成です。いい匂い。オーブンのガーって音がうるさいですが、ただいま冷却中でございます。お許しください。オーブンってね、ちょっとうるさいけど私大好きです。オーブンがあるからこんなに美味しく焼けるんだもの。ではでは、いただきます。あー、美味しそう。手でね、豪快に掴んで食べちゃってくださいね。ではいただきます。うわー、美味しい。湯気がすごいです。もっくもく、最高に美味しい。ちょっとこんがりと焼けたところがカリッとしていて、皮も美味しいし、中まで味がちゃんと染み込んでいて、とってもご飯が進む味ですね。これお酒も進むね。なんかね、食べたことある方は分かると思うんだけど、ディズニーシーのチキンがあるじゃないですか。あの味にも似てる。すごく美味しい。やみつきになる味です。はい、ということで、とっても美味しくできたと思います。私、歯に挟まってないかしら。歯にお肉が、多分平気、多分平気。挟まってたらごめんなさいということで、とっても美味しくできました。よーくほったらかして漬け込むことでお肉も柔らかくなるし、なんかサクサク食べれるんですよ。だから本当に美味しいです。ご飯が進む、お酒が進む、おかずが進む、もうなんかもうとにかく手が止まらないみたいな、とっても美味しい手羽元ができたと思います。ほったらかし手羽元、ぜひぜひ作ってみてくださいね。いやー、美味しかった。1人3本ぐらいは食べれると思います、余裕で。だから結構な手羽元用意しといた方がいいですね。ぜひ手羽元がお安い時にね、まとめて買って、まとめて漬けて、ほったらかして豪華に焼いてくださいね。とっても美味しいです。ということで、今日も動画を見てくれてありがとうございました。この動画で少しでも美味しそうと思ってくれた方は、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。今日の黒板じゃん、私は肉派です。ということで、私はお魚もお寿司とかも大好きだけど、やっぱりお肉が一番好きです。鶏肉ガツンと食べたい時に手羽元は最高だよね。あのしゃぶる感じがたまらなく美味しくないですか。あー私、手羽元ちっちゃい頃から大好きだったんですけど、一人暮らししても食べたいなと思うから好きなんでしょうね。手羽元、ほったらかし手羽元、ぜひ作ってみてね。ではでは、バイバイ。